も疾走しました。カクカクした動きで進んでいきます。まずは合板シーソーに登れるか。結構幅が小さいが、まあ、それでも確実に進んでいるようには見えますけども、さあだんだんと合板シーソーの方に入っていっていますね。滑り落ちてしまった。ここで乗り上げたか。ここでゆっくりと登っていく。さあ着実な足取りで進んでいきます。さっきというところ、サボアヘイさんですけれども、カイロ自体は自宅のものを積んでいるようで、こちらの方に見どころはありますけれども、さあここで残り2分切りました。3番おモードチェンジが、やはりそちらの方が確実に登った方が早いということですね。ガッタンシートですけれども、まあ、表面が結構滑りやすいので、ここで苦戦される方も多くいらっしゃいます。どんどん登っていきますけれども、この機会はあまり強い棒が響いているのか、着実な足で進んでいきます。さあそろそろ中腹まで行きたいところですが、さあ方向転換してまっすぐ合わせます。さあいったところで残り3分を切りました。しっかりと進んでいきますけれども、おー待った、おー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 落下しました。さあまずジャンプのように走っていきたいところ、ですが、一歩一歩進んでいくようになってですね。圧巻シーソー、その方で、すごく勝てればうまく進みたいところ。さあどうなっていくでしょうか。ところで残り時間10秒切っています。さあ残り3秒というところでタイムアップ。